します。この度は AK69 様よりこちらの BMX 用のランプを寄贈いただくものでございます。それではここで AK69 様から一言ご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、 AK69 です。今日はお集まりいただき本当にありがとうございます。本当にこの度は、この自分の地元である小牧、俺本当に実家がすぐそこで近所なんですけど、ずっとここにこうやってね、このスケートパークがあるっていうことは、もちろんこの道路通るたんびに、この見ていて知ってたんですよね。で、俺たちの後輩たちもずっとここのパークに通って練習してるんで、これはうるせえ。この自分のインスタグラムの DM に、このライダーの親御さんから、メールがあって、大会用のランプが BMX 用のランプがここになくて、でそれでね、この小牧市にぜひ掛け合ってくれないかってことを頼まれたんですね。でもそもそもこの小牧市に市が作ったこのパークがあるってこと自体、なんか自分的には誇らしかったんですよ。やっぱそうやってこの BMX とかスケボーとか、そういう文化に市がこの協力してるっていうことがすごい誇らしい、自分の地元だなと思って、僕は小牧市に育ててもらって、そして名古屋に出て行って、そしてこの日本全国に、出て行けたっていう、やっぱりこのヒップホップの文化はこの地元を誇るっていうことが、文化でアイデンティティであるんですよね。だから自分はこの小牧から出たってことを誇りに思ってますし、自分がこの地元に返せることって何なのかなって思った時に、こうやって今集まってるこの若い子たち、ちび子たちのねライダーとか、しかも小牧に BMX のライダーがすごい多いってことも聞いたんですよ。でその子供たちの夢に、ちょっとでも、何か貢献できるんだったらなと思って、させていただきました。夢って本当に無限だと思うんで、自分はこのラップでこのこういう姿になりたいってことを、もう17歳でラップを始めた時からずっと強く思ってたんですよ。でそのなりたい自分になるために1分1秒1秒使ってでここまで来たっていう。だからこのライダーのみんなも、スケーターでもね、 BMX のライダーでもみんな絶対に可能性があると思うんですよ。でそれをこの地元でしかも育めるっていうことはなんかすごい大事なことだと思いますし、自分はその綺麗事は言いたくないんですよ。絶対に努力したら夢が叶うとかね、いやみんなの夢は絶対に叶うよって、そんな綺麗事は言いたくないんですよ。だけど努力しなかったら、一生懸命頑張らなかったら夢は絶対に叶わないってことは言い切れるんですよね。俺こういうライダーになりたいと思ってる姿に向かって努力するっていうこと、それを、ぜひとも忘れないでほしいなっていう。夢に向かうってことは大変なことの方が多いんですよ。でうまくいかないから諦めそうになるし、嫌になるし、だからみんなにもうやめた方がいいのかなってこの言われたりとかね、もう違う道の方がいいのかなって思うこともあると思うんですよね。だけど夢ってそんなに簡単なことじゃないんでね、みんな本当にさっきも言ったけど努力をすること、一生懸命それに立ち向かうこと、その中でたとえ夢が叶わなかったとしても頑張ること、努力することの中に人生のね、いろんな学びがあると思いますんで、そしてその先にみんなの夢が叶うことも、俺は心から願ってます。同じ地元からね、スーパースターが生まれるっていうこと、そんなみんなの夢を背負って、そしてみんなも、みんなよりね、若い子たち、これからの子供たちに夢を与えれるような、そんな、大人になってください。今日この度はね、本当にこうやって集まってくれてありがとうございました。AK69でした。どうもありがとうございます。それではテープカットをお願いいたします。はい、よし。ありがとうございました。
マジ最高、本当にかっこよかった、マジでいいもん見せてもらいました、本当にありがとうございます。みんな本当にまた、ここからねオリンピアだったりとか、その世界大会にね出てくる選手が、この見えるのを楽しみにしてるんで、みんな本当に頑張ってください。怪我だけはないように、みんな気をつけてくださいね。今日はありがとうございました。